はい、コンプリートコントロールの解説ですね、行ってみたいと思います。今回はですね、この前回のスケール機能に続きまして、この右のコード機能、こちらを紹介していきます。この概要としましては、こう一つのですね、鍵盤を押した時に適切なですね、ハーモニーが演奏されるということで、コードの知識がなかったとしてもですね、簡単に楽曲に対してですね、コードをつけることができるというものになっております。まず前回と同様にですね、スケールにアクセスします。シフトキーを押しながらこのスケールを押してください。こういった形ですね。そしてこのコードモード2種類あります。まずオフ、こちらがデフォルトの状態、聞いてない状態ですね。そしてハーモナイザー、コードセットと2種類あります。この機能を使ってですね、このサンプル楽曲、新しい構成を作ってみようと思います。まずちょっと聞いてみていただくと、ここからですね、 A メロが始まってる状態ですね。でもう一回 A メロが来ます。次から変わりまして、こちら B メロ扱い、コード進行も若干変わってます。もう一回繰り返して、ここでですね、コード進行は一緒なんだけども、結構楽器が抜けるといった状態ですね。そしてまた楽器が戻ってくる、こういう構成なんですけども、ちょっと構成が少なくて面白くないかなと思いましたので、この静かになる部分をですね、後ろにずらして、この間にですね、新しい構成を入れてみたいと思います。それではこの部分ですね、8小節ぐらい開けときましょうか。この辺りは後からいくらでも変えられますので、とりあえずこうしておきます。そしてちょっとリズムのガイドが欲しいので、ドラムをループしてしまいましょう。こんな感じですね。そうするとこうなります。でこうありまして、こっちに戻ってくると、この間を考えるということですね。それではですね、これ開きまして、先ほどのハーモナイザーの続きからいってみたいと思います。もうこのコードモードオンにした状態で、あとはもうスケールを入れてしまえば、こんな感じですね。ターンオンでコードが鳴ってくれるというものです。あとはですね、このコードが鳴る基準だったりとか、このコードの構成音ですね、このあたりを詳しく見ていきたいと思います。まずこちら見ていただくと、コードタイプというものがあります。これ実機からはですね、この部分から回して変えることができるというものですね。でこう見ていきますと、今オクターブ、そして1度3度、1度5度で135とか、こういう風に並んでいます。このコードタイプの素晴らしいところなんですけども、今楽曲のキーがですね、 Cm、 これ前回やりましたね。それではこのコードタイプをですね、135にしてみましょうか。今 C を押した時にですね、もうこの Cm の構成音でですね、135が鳴ってくれるということです。例えばこれをですね、メジャーにした場合というのはですね、はい、メジャーコードになるという形で、指定したスケールの構成音でこの135、もしくはですね、他の音も組んでくれるということになります。ですので、ここさえ合わせておけば、こう弾いた時にですね、変なコードにはならずですね、楽曲にぴったり合ったコードを探すことができるという仕組みになっております。で、何か適当に弾いてみますね。こういった感じですね。もう何度もループしてしまって、好きなだけですね、コードを詰めることができます。それではもう一つぐらいやっておきましょうか。前回使ったこのブルースというものですね。これもですね、指定した時点でこのブルーススケールの構成音、これでですね、演奏してくれると。ここでですね、前回やりましたけども、スケールタイプ、こちらクロマティックとありまして、こちらはですね、半音単位ということで、全部の鍵盤が対象になります。この時だけですね、何ができるのかというと、コードタイプ、かなりですね、幅広く選ぶことができます。今ですね、メジャーセブンスになっていますけども、そうするとですね、例えば C をしたと。そしたらこれ C のメジャーセブンス。実際ですね、これライトガイドによって今弾かれてる鍵盤のポジションが見えるというのも非常にありがたいですね。でこちらですね、次 D を弾いた時も、D のメジャーセブンスになります。先ほどこうスケールを指定した時は、その押した鍵盤によってメジャーマイナーが変わったりするんですけども、このクロマティックはですね、もう全て固定で、今指定したこのメジャーセブンスになってくれるというものです。例えばですね、ちょっと今キーは気にしないでいただきたいんですけども、ね、こうメジャーセブンスで展開した感じを出すことができるというものです。今指定したスケールとキー、この2つに依存してですね、適切なコードを弾いてくれるというものですね。そして次がですね、このコードセットというものですね、選択してみます。こんな感じです。でこれに関してはスケールという概念がなくなります。
見ていただくとこちらですね、今マイナーになってますけども、この時点でですね Cマイナーのキーに合うであろうコードがですね、こう鍵盤に並んでくれます。このコードタイプですね、こう見てみますと、こうメジャーキーのですね8パターンそれぞれですね和音が違うというものになっています。でマイナーの8パターンがあります。これを使って何か合わせてみましょうか。こんな感じです。またですね、このコードの並びが気に入らないとなった時はですね、次マイナーに試してみるとか、またこう全然違ったですね、コードバリエーション試すことができます。これはですね、スケールに絡まないので非常にシンプルかと思います。それでは今この部分はですね、ハーモナイザーの方にしまして、今回はですね、ちょっと豪華にこう1、3、5なら4和音でいきたいと思います。さらにですね、こちら前回やりました、これイージーにすると全部発見だけで、プレイすることができます。あとはですね、こう聞きながらコードを試していくだけという形となります。で今回ですね、雰囲気ちょっとガラッと変えたいので明るめですね。F から始めてみましょうか。ちょっと伸ばしだけじゃ面白くないという方はですね、こうリズムをつけてみるのもありですね。これだけの雰囲気がだいぶ変わります。またですね、コードにとらわれずですね、メロディーを弾いてみるというのも一つ手ですね。今この感じ良かったので一回録音してみましょうか。あとはですね、クオンタイズかけたり長さですね、微妙なところありましたのでこれを調整していくといった感じで簡単にですね、次の構成を作ることができます。これがですね、コード機能となります。次回はいよいよ来ましたね、このアルペジオ。これはもちろん通常のアルペジオと違いまして、これ先ほどのですね、スケールを汲み取ったアルペジオ。こちらを演奏させることができます。このあたりですね、次回詳しくやりたいと思いますので、お楽しみにしていてください。といった感じで、今回の解説はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方は、スリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は、動画の下、チャンネル登録をタップしてください。